his attack at the Bellagio and take on Remy Bogaski. And he has a lot of respect for his young opponent. He's a complete fighter. He's technical, he's out, good knee, it's everything okay. That's why I have respect for his fighter. It's new, it's young, it's hungry. Last year, Lako sent Peter Arts to the canvas with one of the fiercest K1 punches ever. In this moment, I punch him with my right hand. That's me. That's why a knockout looks so bad. Showing signs of outstanding abilities, this young fighter hopes to live up to all the huge expectations already bestowed upon him. From Holland, Remy Bogaski! K1 の女神は若きチャレンジャーにビッグチャンスを与えました。ステファン・レコを倒し、ワールドグランプリ開幕戦の切符を手にすることができるか。オランダが生んだフライハイ、レミー・ボンヤスキーの入場です。世界の度肝を抜いた一撃必殺のフライングハイキックをはじめとする空中殺法で彗星のごとく K1 の舞台に現れたレミー・ボンヤスキー。軽やかかつしなやかな動きで相手を制空権に誘い込み、一気に決着をつける豪快なファイトでK1 トップファイターレコに挑みます。モハメド・アリのスピードと前世紀ピーター・アーツのハイキックを合わせ持つ新鋭レミー・ボンヤスキーが自らの力で格闘家としての未来を切り開きます。ボンヤスキーは an enormous amount of respect for the German K1 superstar. He's a very strong and technical fighter. He can box real good. I saw him against Peter, he was sparring partner. So, and he won against Peter, so. And he had to be tough to win for Peter, so he's a tough fighter. A very powerful fighter. He is out to prove that he is more dangerous than ever. From Germany, Stefan Lako! 1年前のラスベガス、アーツを叩きのめした右ストレート、未だに残る拳の感覚。帝王ピーター・アーツを粉砕し、トーナメントを制したステファン・レコが、再び砂漠にそびえる夢の城ラスベガスへと舞い戻ってきました。あの衝撃を目の肥えたラスベガスの格闘技ファンは覚えています。ジムを移籍し、住まいもドイツからオランダに移し、心機一転のステファン・レコ、新たなスタートの場所として験のいいここラスベガスを選択しました。甘いマスクと超一流のテクニック、不夜城に舞い戻った伊達男が再びその右ストレートで戦慄の KO 劇を演出。ステファン・レコ今リングインです。Ladies and gentlemen, from here at the Bellagio in Las Vegas, Nevada, we bring you another special super fight scheduled for 5 3-minute rounds under K1 rules. The three judges scoring this bout will be Cecil Peoples, Al Lefkowitz, and Al Witchgers. Your referee in charge is Yuji Shimada. Introducing first, fighting out of the blue corner. He stands 6'4" tall and he weighed in at 224 pounds. His record, 37 wins with 24 knockouts, only 7 defeats. He is the WPKA World Super Heavyweight Champion, introducing Remy Bogaski! グランプリの切符をつかむか、レミー・ボンヤスキー。And his opponent, he fights out of the red corner.
He stands 6 feet 2 inches tall, and he weighed in at 213 pounds. His record, 44 wins, 11 defeats, 1 draw, 28 big wins by knockout. He is the K-1 World Grand Prix semifinal champion from Germany, Stefan Leko! 日本には行かせないヨーロッパ最強の伊達男、ステファン・レコ。ラスベガススーパーファイト、ステファン・レコに挑みます、レミー・ボンヤスキー。日本から島田裕二レフリーがこの試合をさばきます。 K-1 トップ8ファイターのレコを破って、果たして日本行きの切符をつかめるか、レミー・ボンヤスキー。そうはさせじとステファン・レコ立ちはだかるのか。グランプリ出場をかけた大事な一戦になります。ステファン・レコ対レミー・ボンヤスキー。今開始のゴング、スーパーファイト、ステファン・レコ対レミー・ボンヤスキー。このラスベガスですね、はい、本当にあの左のストレートカジノの対象になってるんですけども、この2人の対決はほとんど五分五分ですよね。その中でボンヤスキーの人気の方が終盤に来てぐっと伸びてきたと見ていますが、すごい打ち合いですよ。早速いきなり序盤から激しい打ち合い、それもそのはず、トップファイターのレコを破ればボンヤスキーには日本行きのチケットが手に入ります。でまたレコがですね、はい、去年のラスベガス大会でピーターアーツをここで破ってるんですよね。そうなんですね、でピーターアーツの同じジムにボンヤスキーなんで、これちょっとまた因縁もありますよね。目白ジムから送り込まれた刺客レミー・ボンヤスキー、アーツの敵をという気持ちも込められています。でまたレコがやっぱりラスベガスでやっぱり人気ありますよね。去年優勝しますから、去年のあの右ストレート、はい、戦慄のアーツをノックアウトしたシーン、あのシーンをファンは覚えています。レミーは今日はあの調子乗ってますね。そうですね、ボンヤスキー気合十分です、はい、石井館長はこのボンヤスキー、ここでこのビッグチャンスを得たというのは非常にこうね、日本行きをかけて気合入っているのが見て取れますよね。そうですね、このボンヤスキーの戦い方というのは館長はどういうふうに見てるんですか。やっぱあの上下に散らすタイプですね、はい、パンチ、そしてローキックで膝蹴り、 あとバネがありますから。そうなんですね、いきなりの飛び膝蹴りがありますよね、はい、まあ、レコ選手はその辺分かってますから、冷静に今戦ってるって感じですね、右のストレート打ち込んでいきました。レコ向こう側、典型的なもう対角線の目白ジムのですね、はい、対角線のコンビネーションってやつですよね、まあ、オランダ伝統、はい、そして目白ジムかつてのロブカーマンとかね、はい、誇ります、はい、対角線攻撃、ワンツーからロー、この繰り返しで攻めてきま す、ね、右のローキックちゃんと返してますよね。お互いに打ち込んできます。今度は左のジャブ、レミー・ボンヤスキー、ローキックはね、ホース選手と言ったら違うところ、ホース選手ってあの、はい、膝のちょっと上を蹴るんですよね。ほうほうほう、あの筋肉がついてないところですね、はい、で目白ジムはですね、あの太ももの部分を上からこうなんかあの切り倒すように切っちゃう、バックハンドブロー、これはガードしていきます、ね、よく見てますね。ただ今のところ本当気合が入っているボンヤスキーペースですよね。非常に全身にバネがあります。ですからあのハイキックを打つときにバネがありすぎてと言いますが、うん、空中に浮いてハイキックを打つようなシーンもあります。左の膝ですよね。いつそのフライングハイが出るか。なんか本当カール・ルイスみたいな感じのね、身のルックスで強くなれば本当に人気出るでしょうね。そうですね、本当にこれからが楽しみな選手。のりかさんもこのボンヤスキーには非常に注目しているそうですが。そうですね、本当にもうあっと驚くあのフライングハイがね、バックスピン、ハイに入ってきました。これはガードしています。しかし場内、ラスベガスはあの去年の衝撃を覚えています。レコに対して最後終盤出ていったのはボンヤスキー。激しい打ち合いになりました。第1ラウンド両者一歩も譲りません。スーパーファイト。受けて立つステファン・レコ、去年はこのラスベガストーナメントを制したステファン・レコです。レコはですね、今年からゴールデングロリーというヒルバータイブルというのが同じチームに入って、はい、今あのセコンドにはヒースヒーリングがついてですね、あのコーヘーマスというラモンデッカー育った先生から、技術指導になったんですよね、はい、まあ、レコもなんか変わろうとしているという状況なんですけど、あの5月にパリ大会でホーストに敗れた後にすぐにもジムを移籍したそうですね、はい、でもオランダに引っ越したそうですから、ね、はい、環境を変えてさらに高みを目指します。
現在3連敗、しかしこれで止めようというステファン・レコ、そのためにこの弦のいいラスベガスを選びました。第2ラウンドに入ります。レミー・ボンヤスキーの日本行きのチケットをかけたスーパーファイト、 K-1 トップファイターのレコに挑んでいます。この試合にボンヤスキーは勝てば埼玉スーパーアリーナ、そのチケットを手にすることができます。ボンヤスキーはね、この間見る頃にはですね、ちょっといいとこなかったんですけども、レイセホーにも勝ってますし、そうなんですね、初来日でセホーを下しました、本当に将来楽しみな、今のチャンピオンになってもおかしくない選手の一人だと思います。右のアッパー、パンチに対してキックを返していきますボンヤスキーですが、レコがここで第2ラウンド出てくるか。ガードも硬いですよね、レミーが。しっかりこう顔面は固めています、このブルーのグローブ。レコはパンチが当たり出すといいんですけどね、そのパンチをまだ封じています。封じてますよね、ボンヤスキーです。そして走るローを蹴ってくる、こう太ももを切り倒すような、そんなローを放ってきますレミー・ボンヤスキーです。あのホースのローキックというのは膝の上に巻きついてくるんですね、はい、でレミー・ボンヤスキーのはですね、上からこう切り落とすようなローキックですよね、はい、これはメジロジムですね。ですね、でレコノはですね、はい、足先で走って痛いローキックを蹴ってきますね、だから注意を下半身にあの向けてて、で右ストレートとかを狙うタイプですね、はい、だからそのタイミングを狙っているのはレコ、ですからあのレコの右ストレートを警戒してレミー選手はあの左のガードをやっぱクシッと上げてますよ ね、 すね、これはしっかりとガードしていく、そしてこうやってローで攻めていきます。あのレミー・ボンヤスキーに聞きましたら、ローローと今打ってますけれども、これで相手の集中をやはり同じように下に集中させて、そしてハイキックのタイミングを伺っているんだと話していた、ね、レミー・ボンヤスキー。ですからあのレミー選手はこの前にですね、ミルコ選手と戦ってますよね、はい、ですからあのミルコ選手の圧力から比べると、はい、レコ選手はやっぱりやりやすいと思いますね。それほど圧力はやっぱ違うと思います。ないですか、体重も軽いですしね。いつそのハイキックにボンヤスキーは持ってくるのか、タイミングを今伺っているところ、膝でしょうね。膝もあります、飛び膝蹴りもあります。一方のこのレコの方もローから右のストレート、そのタイミングを伺っている。非常に打ち合いになっているこの試合です。第2ラウンド、右のストレートいきなり放ってきた。だからですね、レミー・ボンヤスキー選手もっと行った方がいいですよね。慎重ですよね。まだ見ているところですか。見ている時にもらうことが多いんで、はい、もうガンガンやっぱ出ていってアグレッシブに行った方がいいと思いますね。自分のテリトリーに入ってきたら自分から出た、飛び下げり、飛び下げり、飛び込んでいきました。ボンヤスキー、もともと銀行員という性格があるんでしょうね。しかし逆に返していったのはステファン・レコ。ここで第2ラウンド終了です。終盤に見せたボンヤスキーの飛び膝蹴り、飛び膝蹴りを終盤見せましたボンヤスキー。このタイミングを伺っていたレミー・ボンヤスキーです。ただここは不発に終わりましたね、谷川さん、ね、そうですね、だから本当に時間中やれるようにですね、はい、もうちょっと積極的に攻めていった方が、いいと思うんですけどね、レミーのこのおとなしいというかですね、本来優しい性格っていうものが、あまりにも出てしまうと、これからの K-1 は乗り切っていけないと思うんですよ。どんどん厳しくなると思いますからね。冷酷に、そして相手に襲いかからなければいけないという K-1 戦線、最後見せたこの飛び膝蹴り、これが最大の武器、レミー・ボンヤスキー。バネありますよね。完全に頭の上まで行きました。さあ、すでにゴングが鳴っています。第3ラウンドに入っています。両者とも汗がにじんできました。肩口のりかさん、このボンヤスキー非常に派手なね、はい、空中殺法を持ってますけども、ぜひあれが見たいですね、ラスベガスの、ね、お客様もそれ待ってるんじゃないですか。そうですね、さあここはしかしパンチの出しできた。ステファン・レコ、右ラッパー、左のフック、この辺見ちゃうんですよね。これも見ちゃいけないですね。あの後に返さないと、返さないといけない、ラスベガスがポイント取られちゃうんですね。
あとはやっぱりミルクの試合のね、さっきもそうだったんですけど、一方的に攻められちゃいますからね。リーチ長くてですね、ディフェンスは硬いんですけど、まあ、パンチ出してのレコですから、右のローキック、ややバランスを崩しましたステファンレコです。もっと右のローキック出していた方がいいと思いますね。ミルコとの対戦でレミ・ボンヤスキーも、ガードをして次の攻撃を仕掛けようかとした時にも試合を止められてしまいました、そうですね、その前にダウンしますけどね、だからやっぱり見すぎちゃうんですよね。見すぎちゃったらダメですよね。相手の攻撃の後すぐに出たいレミ・ボンヤスキー、さあ日本に行くためにその気合前へ前へと出ていくことができるか。左のジャブ、ステファン・レコも冷静に攻めていきます。レコもう見てますね。第3ラウンド半分を過ぎました。スーパーファイトは5ラウンドで争われます。左のボディ、右のアッパー、右のフック返していきます。ボンヤスキーも返していく。何がこの後きっかけになってきますかね、谷川さん。まだちょっと膠着してるっていうかですね、突破口を見出してないですよね、お互いに。レミ選手何でもできるんですけど、逆に何でもできてですね、自分が攻撃が絞れてないんですよね。あ、まだ迷ったままですか。パンチもできるし、ローも上手いし、膝もできるっていうか、まあ、何を主軸にして組み立てていくかですよね。その選択を今迫られています、リング上。レコ選手はやっぱ攻め抜くそうですよね。パンチが入りませんからね、なかなか。右を伸ばしてきましたレミ・ボンヤスキー。レコもジャブ、右のボディ、左のボディ、いいですね、連続ボディは非常にいい音がしました。もう一度ボディで攻めてくるステファン・レコ、一つ一つ返して受けてますからね、ボンヤスキーは。受けてから、本当は先手を取りたいと話していたボンヤスキーですが、後手後手になっています。メジロジムはね、右のローキックがですね、効かないときはですね、サウスポにスイッチして、左で奥足を蹴っていく方法とかですね、いろいろあるんですけどね、そのあたりを、いろいろ習ってはいると思うんですけどね。そうですね、倒すためのパターンをですね、レミ選手、右のローキックしかありませんからね、もうこれ読まれてますよね。左のフック、第3ラウンド、ここで終了です。やや攻めあぐねているという感もあります、ステファン・レコ。 K-1 トップ8ファイターとしてレミー・ボンヤスキーに勝たせるわけにはいきません。ジムも変えて心機一転、去年トーナメントを制した、非常に気分よくアメリカを後にしたこのラスベガスで再起をかけます。ここまで3連敗、予想外の結果、しかし3つで止めたいと話していました。まあ、その3敗はホースとマーカントですからね。ステファン・レコ対レミー・ボンヤスキーのスーパーファイトは第4ラウンド。ボンヤスキーはレコを倒して日本行きを決めたい大切な試合になっています。レコも再起をかけて、ここから心機一転、新たなるスタート。さあリング中央、ここまで谷川さん、第3ラウンドまでどういうふうに見ましたか。難しいですね、僕手数でやっぱりレコだと思いますけどね。パンチで時折こう、ラッシュを仕掛けてきました、よくガードしているのがボンヤスキーです。ボンヤスキーはよくガードしますね。ダメージは全然ないと思います。それだけにね、本当にもっとアグレッシブにいってほしいなという。やっぱり僕はこの才能の塊に、あともう熱いハートですよね。これ期待したいですよね。グランプリまでそのハートで飛び上がることができるかレミー・ボンヤスキー。いや、技術的なものとか身体能力のもともと持っているものは本当ベスト8に入ってもおかしくない存在だとは思います。左から右のアッパー、本当何でもできるし、本当バネがありますね。顔もいいですし、ただやっぱり本当に経験と、あと性格的なファイティングスピリットですよね。ややおとなしい性格が災いしているか、やっぱり K-1 のチャンピオンになるフォーストとかアースとか、まあ、アンディ・フーというのはもう本当に何が何でも勝つという闘志を持ってますからね。なるほどね、そのあたりが紙一重なんですよね。秘めているだけにレミー・ボンヤスキー、その殻を自ら破れるかどうか。右のアッパー、ステファン・レコ、アッパーボディに返していきます。ボンヤスキー右のアッパー、真面目がゆえにですね、レコの戦い方に合わせちゃったりとか、自分で仕掛けていきたい、もっと仕掛けてで自分のペースで戦った方がいいと思うんですけどね。もっと拡大した方が、
第3ラウンドまでは何か相手の動き、レコの動きを見すぎているように思えました、レミー・ボンヤスキー。先に行ってほしいですね、こういうところも。ただレコもこうやって入っていきにくいんですよね。ガードが硬いんですよ ね、本当に。ボディでガードを開けようというレコ。しかしロックック、ボンヤスキーもローを放っていきます。そして膝をミドルに叩き込んでいきました。さあ右のストレート、ボンヤスキーにエンジンがかかってくるか。右のアッパー、石井館長、このボンヤスキーの戦い方、このラウンドはどうですか。やっぱりね、研究され尽くしてますよね、レコ選手にね。ですから、左のミドルもないし、左のハイもない、やっぱパンチからローキック、そして膝蹴りしかありませんから、そこは見切られちゃってますよね。右の攻撃に偏っているところを読まれてますね。ロブカーマン選手は目白ジムなんで、やっぱ左のミドルとか左のアウトローとかね、ハイキックとか、あるいは前上げるとかね、もっといっぱい欲しいですよね。そのあたりがレミー・ボンヤスキーのこれからの課題ということもできますが、もう右のローキックとパンチだけではもう倒せない、もうレベルで右のハイキック戦ってますからね。バックハンドに右を合わせていきました、レミー・ボンヤスキー。レコ選手が正面向いてるんで、レミー選手の右のハイキックってやっぱ与えにくいんですよね。見えてますか。第4ラウンドはここで終了です。さあいよいよ残すはあと一つのラウンド、スーパーファイト。果たして日本行きをボンヤスキーは決めることができるのか。なかなかやはりステファン・レコテクニシャンに対してレミー・ボンヤスキーもいいところを固めて打つことができません。得意のフライハイ、そこまで持っていくにはまだ布石が必要です。変幻自在のこの攻撃、ステファン・レコの攻撃に対してもう一つ武器が欲しいか、ボンヤスキー。やっぱり武器というもう一つ、もう一歩踏み込んだ投手ですよね。あ、気持ちの部分ですか。気持ちの部分だと思います、僕は。さあ、いよいよファイナルラウンドです。第5ラウンド、ファイナルラウンドを迎えました。スーパーファイト、ステファン・レコが新鋭レミー・ボンヤスキーの前に立ちはだかっているが、さあボンヤスキーが出ていく。日本に行きたい気持ちを、日本へのその気持ちをぶつけたい。リーチありますね、ボンヤスキー。ベツキも変わってきましたね、ボンヤスキー。これが出てくるといいと思いますよ。のりかさん、ちょっとこのラウンド違いますね。そうですね、やっぱりこれに勝てばグランプリ行けるわけですからね、そういう精神力で頑張ってほしいですね。おっと、今島田レフリーが注意を与えています。赤い攻撃、顔面狙っています。今腕で相手を引き込んでの膝、顔面への膝、これは禁止されています。ネバダ州の特別ルール、いつもの K1 とルールとちょっと違います、はい、左のボディからステファン・レコ。さあレミー・ボンヤスキー、その気持ちをぶつけていきたい。相手はしかしトップファイターのステファン・レコ。この試合に勝てばボンヤスキーには埼玉へのチケットが手に入ります。あ、来ましたよ。ちょっと右のローキック、ちょっとバランスを崩したステファン・レコ、軸がぶれ始めたか。ちょっと足が効いてますね。ワンツーからこの右のロー、対角線攻撃、目白ジムで習ったボンヤスキー、この攻撃に全てをかけてくる。右のアッパー、レコサイドいいですね。小さいですがこの中からの攻撃、ステファン・レコ頭を寄せます。ボンヤスキー、このラウンドはしかしかなり間合いを詰めての両者。さあ残りを過ぎました。ボンヤスキーはちょっと、前半のように手数出してほしいですね。このラウンドの前半は手数を出していきました。力を込めた左のフック、にやりと笑ったステファン・レコ。左のジャブ、レコです。レコもそう簡単に新参者にやられるわけにはいかないというような表情を見せています。じわりと詰めて左のアッパー、そして左のハイ。今狙っていましたステファン・レコ、右のストレート。残り1分を切りました。ファイナルラウンド、右のアッパーボンヤスキー。谷川さん、ちょっと手数がボンヤスキー出なくなりました。前半のね、このラウンドの前半みたいな攻撃がどんどん出るといいんですけど、はい。さあ日本へ行きたい、その気持ちを最後まで持続できるか。バックハンドブロー、これはガード。そうですね、この辺がやっぱ経験の差が出てますね。これが経験の差ですか。結局レコが打ち合った時は打ち返すんですけども、レコがゆっくり来るとやっぱりなんか同じペースになっちゃいますよね。ここから自分で強引にというところがまだボンヤスキーにはありません、何かを破ろうというところはないですよね。
さあ自ら未来を切り開くことができるのか、レミー・ボンヤスキー。やっぱ左の蹴りが欲しいですよね。そこですか、ポイントは、もう右しかないですから。ワンツーから右のローというのがパターンです、それはレコは読んでいます。残り10秒を切っている。さあ決着は判定までいくのか。右の膝、セファンレコ、左の膝、バックステップで倒していくボンヤスキーですが、ここでファイナルラウンドのゴングです。残念ですね。ボンヤスキーの気持ちわずかに届かないか。ステファン・レコが新鋭レミー・ボンヤスキーの前に立ちはだかったのか。判定に入ります。微妙ですね。ファイナルラウンドの頭ではレミー・ボンヤスキー、その闘志むき出しのファイト見せてはくれましたが、序盤からじわじわとレコのペース、最後は何かかわされるような形でファイナルゴングを迎えました。本当にいいところをたくさん持っている選手だけにですね、なんとかここでね、あの意識改革というか、自分のスタイルを見つめ直してですね、ちょっと変身してほしいんですけどね。この選手は負けると思いますよ。メジロジム、今アンドレマナートからも声がかかりましたけれども、オランダから世界へ羽ばたくことができるかという、そのボーダーラインに立っているレミー・ボンヤスキー。ステファン・レコとの日本行きをかけた大事な戦い、自分の殻を破る大きなチャンス、その戦いを今5ラウンド終えました。さあこれから今ジャッジペーパーが集められて判定に入ります。 0.5 ポイントの差でも決着がつきます。Ladies and gentlemen, after five rounds in our Super Fight, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. There's Cecil Peoples and Al Lefkowitz, both scored about the same, 49 to 48 and a half. And Judge Al Wichker scored about 49 and a half to 47 and a half. All the winner by unanimous decision. Stefan Leko. Stefan Leko. そうですね、全体的にやっぱレコ選手が取った、試合だと思います。僅差ではありましたが、ステファン・レコ3対0、ボンヤスキーの夢を打ち砕きました。さすがにトップファイターの意地、ステファン・レコがスーパーファイト、新鋭のボンヤスキーをかわしきりました。とにかく相手のいいところを消しながら自分のポイントをコツコツと稼いでいきました。いろんな技を出しましたね、谷川さん。そうですね、ただ本当レミーはちょっとまだまだですけど残念ですよね。はい、素材がいいだけで頑張ってほしいですね。若き夢はこれからまだまだ先、その夢を叶えることはいつになるんでしょうか。レミー・ボンヤスキー、その夢絶たれました。ステファン・レコ、スーパーファイトを見事に判定で下しています。ボンヤスキー、新鋭のいいところを消しながら、去年このトーナメントを制したラスベガスで大きな拍手を浴びます。ステファン・レコ、スーパーファイト判定の末ボンヤスキーをかわしています。アメリカの格闘技ファンの心をつかんだ去年のトーナメント、ピーター・アーツを豪快な右ストレートで下したあのファイトをラスベガスのファンは覚えています。今年は何かうまさでしのいだ、そんな感のあるステファン・レコです。ジムもゴールデングローリー、オランダに移して心機一転、新たなるスタート、ここラスベガスで切っています。